おいてめえら、組長娘と世話係のコミックスが発売中だ。買わないとどうなるかわかるよな。ちょっと、いきなり脅してどうするんですか、桐島さん。あ、桜木組のことが書かれてるんだろ。ならメンツを潰すわけにはいかねえじゃねえか。桜木組は描かれてますが、そんな物騒な漫画じゃないですよ。もっと平和的なやつですから。なんだ、組長や葵さんの構想中のことでも書いてあるのかと思ってたわ。血で血を洗う的な。血で血を洗ってるのいつも桐島さんじゃないですか。内容はタイトル通り、組長の娘さんの八重香お嬢と世話係の桐島さんとの日常を描いたハートフルストーリーらしいですよ。は？俺とお嬢のか？別にそんな面白いもんなかったと思うが。いやいやいや、そもそもお嬢の世話係になったのが衝撃的でしたよ。あの桜木組の悪魔と恐れられる桐島さんが子供の世話をするなんて。組長に脅さ、頼まれたからな。やるしかねえだろ。そうでしたね。それに桐島さんとお嬢が向かい合ってる絵面がなかなか。お前、そういや覗き見してやがったな。あ、最初の頃のお嬢のお世話は大変でしたよね。まあな、突然のことで何したらいいのかわからねえし、女の髪なんか言ったこともなかったしな。いや違うんです。あの桐島さんが女の子一人に苦戦してるのを思い出して笑ったわけじゃ。ほう。うわ、やめて、引っ張らないで。ハゲちゃうから。ハゲるわ、やめて。それでこの漫画には俺とお嬢が過ごしてきたことが書いてあるわけか。そうみたいですね。桐島さんがお嬢のお世話係になってからいろんなことがありましたね。まさか俺が小学校の授業参観に出ることになるとはな。花火大会も行きましたね、お嬢と三人で。あれ楽しかったな。姉さんの見舞いにも行けたしな。お嬢も一緒に行けて本当に良かったです。そういえばそこで葵さんと会ったんでしたっけ。ああ、葵さんが桜木組にいた頃は俺もいろいろあって世話になった。へえ、桐島さんにもお世話になるって感情があったんですね。お前の過去のことも書いてあるらしいぞ。うわあ、俺のことはいいんですよ。まあそういった俺とお嬢の話が載ってる組長娘と世話係の最新第2巻が発売中だ。気になるようなら買ってくれ。桐島さんがまともな宣伝してる。あ？なんか文句あんのか。桐島。はい、桐島はここですよ。おい杉原、閉めろ。ああ、はい。それじゃあ、マイクロマガジン社。バカちげえよ、マイクロマガジン社。二人とも何してたの？大事な仕事ですよ。杉原、お嬢に茶入れろ。はいはい、わかりましたよ。